こんにちは、アラサー夫婦です。今回は新ニーサで永久保有したい米国株というテーマでお伝えしていきます。先日2024年から始まる新ニーサの内容が発表されました。ニーサ制度の恒久化や非課税保有期間の無期限化など、個人投資家にとっては非常に嬉しい内容となりました。その中でも特にニーサの投資上限額の増加、これも大きいですよね。新ニーサでは積み立て投資枠年間120万円と成長投資枠年間240万円、これを併用することが可能となります。最大360万円投資が可能となるわけです。積み立て投資枠に関しては、多くの方がおそらく全世界株や全米株式、 S&P500 などのインデックスファンドに積み立てをされると思います。一方で、成長投資枠で何に投資しようか考えている方も多いと思います。そこで今回の動画では、新NISAの成長投資枠でアラサー夫婦が永久保有したい米国株を一つ厳選してご紹介していきます。最後には、なぜ新NISAで投資したいのか、その理由も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。早速ですが、アラサー夫婦が新ニーサで投資したい銘柄は、連続増配株です。しかも、個別株ではなく、ETF です。ここまでお伝えすれば、もう皆さん想像がつくかもしれません。そうです。成長投資枠で投資したい米国株は、VIG です。ヴァンガード米国増配株式 ETF です。VIG はヴァンガード社の ETF で2006年に設定されています。経費率は 0.06%、VYM と同じで非常に格安です。現在の配当利回りは 1.9%。銘柄数は250社以上です。ここからはこの VIG について詳しく解説していきます。VIG の特徴といえば、なんといっても10年以上連続増配している企業を集めているということです。加えて、リート、不動産は除外し、なおかつ、高利回り上位 25% を除外しています。10年以上連続増配はしているけど、配当利回りの高すぎる銘柄は除外されます。つまり、利回りが高すぎない増配企業を集めているというわけです。こうすることで、無理に配当金を出している企業や、株価が下がって高配当になっている不人気銘柄を外すことができます。連続増配株というと、分配金がたくさんもらえるっていうイメージが湧く方多いと思いますが、どちらかというと、インカムよりキャピタル狙いの ETF になります。こちらが VIG の利回りの推移です。株価下落時には 2% を超えることもありますが、だいたい 1.5 から 1.8% ぐらいを推移しています。現在は 1.9% です。高配当 ETF の VYM と比べても利回りは低めです。こちらが分配金の推移です。現在 VIG は9年連続増配中です。今年2022年も前年比で 11.7% の増配をしました。素晴らしいです。直近10年で分配金の金額は2倍以上に増えました。四半期ごとの分配金を見ても、どの月でもバランスよく増配しているのがわかりますね。偏りがないのも地味に嬉しいですよね。こちらが増配率の推移です。VIG は過去に2度減配しています。2009年にマイナス 4.6%、2013年にマイナス 1.6% 減配しています。その他の時はしっかり増配していますね。直近5年の年平均増配率は 9.1% です。人気の高配当株 ETF VYM は2009年2010年に2度減配しています。マイナス 19% とマイナス 6.6%、 直近5年の増配率は 6.2% です。こう比較してみると、 VIG の方が減配幅が少なく増配率が高いということがわかります。この増配率をキープし続けることができれば、8年で分配金は倍になる計算です。実際に VIG を昔から保有している方は、イールドオンコスト、
初期投資額に対する利回りがかなり上がっているはずです。2009年のリーマンショック時に投資をしていた方であれば、この YOC はなんと 9.25% です。現在の利回りが 1.9% ですから、これがすごいのがわかりますよね。暴落時でなくとも10年ほど前に購入しておけば YOC は 5% でした。つまり増配株なら保有しているだけで YOC が上がっていきます。追加投資、分配金の再投資をせずとも毎年受け取れる分配金が増えるのは嬉しいですよね。こちらが VIG と VYM を比較した長期チャートです。 VYM の設定日から現在までで比較しています。紫色が VIG、赤色が VYM です。株価だけで見ると VYM は 110%、 VIG は 182% です。株価では VYM を圧倒していますね。次にトータルリターンで見てみましょう。緑色が VIG、青色が VYM です。配当を含めたトータルリターンでも VIG の方がリターンが高いですね。なおかつボラティリティが低いのも特徴的です。次に S&P500 に連動する VOO と比較してみましょう。 VOO の設定日から比較しています。結果は青色の VOO の方がトータルリターンは高いという結果でした。 VOO が 339%、 VIG が 311% です。一方でボラティリティは VIG の方が低かったです。 VOO が 17.6% に対して VIG は 16% です。VIG には値動きが安定しているという特徴があります。ちなみに年初来の株価推移はこのようになっています。VIG がマイナス 12%、VYM がマイナス 5%、VOO がマイナス 20% です。今年は高配当株が強い年となりましたね。ただ VIG は VOO より安定感ありますね。しっかり下落耐性を発揮しています。こちらが VIG の上位10銘柄です。現在 VIG は289銘柄組み入れられています。上からユナイテッドヘルスグループ、アメリカの民間の医療保険会社ですね。米国には公的の医療保険がないので、このユナイテッドヘルスが実質になっています。現在株価も好調で、時価総額ランキングもトップ10入りしていますね。2位がジョンソン&ジョンソン配当王でおなじみですね。3位がマイクロソフトです。ガーファムで入っているのはこのマイクロソフトだけです。次に JP モルガンチェース金融、プロクター&ギャンブル生活必需品、ビザ情報技術、ホームデポ一般消費財、マスターカード情報技術、ペプシココカ・コーラ生活必需品が入っています。指数としては10年以上連続増配していることが条件ですが、実際中身を見てみると10年どころか20年、50年、60年と増配している企業がゴロゴロ入っています。この10銘柄で全体の 29.1% を占めています。ちなみに1銘柄の比率が 4% を超えないようリバランスされます。トップ10には入っていませんが、他にもこのような銘柄が入っています。ゴールドマンサックスやブラックロック、ユニオンパシフィック、ロッキードマーチン、アボットラボラトリーズ、メドトロニック、マクドナルド、スターバックス、ナイキ、ここら辺はおなじみですね。ブロードコムやシスコ、コストコ、ウォルマート、コムキャスト、こういった米国の名だたる企業が入っています。これらの銘柄を見てもわかるように、あの高配当株 ETF でおなじみのエクソンモービルやフィリップモリス、ベライゾン、アッピーなどは組み入れられていません。高利回り上位 25% は除外されているからですね。セクター比率がこちらです。現在の1位は金融セクターです。20.3%。2位が情報技術 16.1%。次にヘルスケアと資本財、生活必需品がどちらも大体 15%、14% ほど入っています。VIG の特徴としては情報技術、資本財セクターの比率が高いことですね。一方でエネルギー株の比率が極端に低いです。特に最近だとエネルギー株が好調なので、どの高配当株 ETF でもエクソンモービルやシェブロンなどが上位に入っているんですが、この VIG には組み込まれていません。反対に情報技術や資本財セクターはあまり高配当株 ETF には見られないセクターですね。
以上、ここまでが VIG の基本情報についてでした。こちらが VIG の運用実績です。実はこの VIG、2020年9月あたりから積み立て投資をしていました。だいたい毎月1株から多い時で5株ほどですね、コツコツ積み立てをしてきました。現在は64株保有しています。運用実績をまとめると、投資額は 107.3 万円、評価額が 132.2 万円、含み益が 24.9 万円、これまで受け取ってきた分配金が 2.3 万円ということで、トータルリターンは 25.3% です。平均の取得単価は147ドルで、現在の株価が152ドルなので、そこまで割安で仕込めたっていうことではないです。円安のおかげでリターンが上がってるっていう面が大きいです。今後の投資方針としては、2023年の末か2024年の年始に売却をして、その分を新NISA の成長投資枠で再投資する予定です。現在保有している分だけではなくて、新規でも投資をしてですね、一般NISAでこの VIG の比率を上げていきたいと考えています。ここでなぜ新NISAで VIG に投資をしたいのか、この理由についてご紹介します。一番大きな理由は、インカム・キャピタル両方狙えるということです。NISAで非課税になるのはキャピタルゲインだけではありません。インカムゲインも非課税になります。ただし、米国株のインカムゲインには 10% の外国税がかかります。NISAで非課税になるのは国内課税の 20% のみです。ただそれでもインカム・キャピタル両方非課税になるメリットは大きいと思っています。どちらか一方に偏った銘柄よりも両方バランスよく狙えて、なおかつ非課税のメリットも受けられる VIG がいいと考えました。二つ目は増配率が高いということですね。先ほどご紹介したように VIG の増配率は極めて高いです。この VIG 一つ保有しておくだけでマネーマシンが完成します。老後の年金代わりにもなってくれるはずです。三つ目は不況時も安心して保有できるからです。連続増配しているということは、不況時でも利益をしっかり上げられるということです。つまり、それだけ競合優位性があるということです。こういった企業の株を永久保有したいですよね。ここでもしかすると、VIG 以外の他の連続増配株はどうなのと思う方もいらっしゃるかもしれません。例えば有名なのは、SDY という ETF です。こちらは20年連続増配している企業を集めた ETF です。こちらも素晴らしい ETF には間違いないんですが、私は VIG の方が好きです。なぜかというと、経費率が 0.35% とちょっと高めなんですね。VIG が 0.06% ですから、その差は約6倍です。リターンやボラティリティも大きな差がないので、永久保有するなら経費率が低い VIG がいいと判断しました。もう一つは最近誕生したトレイサーズ S&P500 配当貴族インデックスです。こちらは投資信託ですね。先日動画でも S&P500 超え配当貴族投資信託爆誕という動画を出しました。こちらは25年以上連続増配している配当貴族に投資ができる投資信託ですね。信託報酬も低く人気が出ていますね。ただ、分配金が出ないんですね。値上がり益だけになってしまいます。私個人的には連続増配株にはやはりキャッシュフローも欲しいです。こういった点から私たちは VIG に投資をしていきたいと思っています。最後に利回りごとの VIG の株価を表にまとめております。こちらは2022年の1年間の分配金 2.97 ドルから株価を計算しました。これぐらいなら追加投資を始めてもいいかなと思う利回りの目安は 1.8% です。株価にすると165ドル。現在が150ドルぐらいなので、現在でも少しずつ買っていい水準かなと思っています。現在の水準なら明らかに割高っていう感じはしないですね。欲を言えば 2% を超えたところでがっつり買っていきたいですね。加えて日銀の黒田さんが実質長期金利の引き上げを発表したことで急速に円高が進んでいます。これまで買いづらかった人にとっては今チャンスが来ているかもしれませんね。
皆さんはどれぐらいを目安にしていますか？よければコメントで教えてもらえると嬉しいです。最後にここまで見てくださった私たちのご視聴者さん限定でお得な情報をご紹介します。ビットフライヤーの口座開設をするだけで2500円分のビットコインがもらえます。条件は口座開設するだけなのでノーリスクです。こちらに詳しい口座開設の方法と入金方法、ビットコインの購入方法を紹介しているので、また止めて参考にしてみてください。あのキャシーウッドは2030年までにビットコイン1億円を超えるという予想もしています。現在ビットコインはまだ220万円ほどです。年初来では約マイナス 60% も下落していて、これから始めるにはいい頃合いかもしれませんね。もしここからさらに下がってもダメージは少ないですからね。ビットコインがもらえるのは来年の4月頃の予定です。まだ結構先なので、すでに長期の資産形成ができている方はそれまでに少額で試してみてください。例えば自分で2500円分ビットコインを買って、プレゼントで2500円分、合計5000円分保有していれば、仮にそこから半分に減ったとしても問題ないですよね。反対に増えたらラッキーです。ぜひこの機会にビットコインもらっておきましょう。概要欄にリンクを貼っておきます。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。